145は、ホンダ技研工業が1972年から1974年まで生産、販売していた4ドアセダン及び2ドアクーペの小型乗用車である。名称は変更されているが、実質的には1300のマイナーチェンジモデルである。ボディスタイルは1300の後期型をほぼ踏襲しており、4ドアセダンは77の丸型に等。 式ヘッドライトのオーソドックスなフロントグリルを受け継いだ平凡な当時のホンダ車としては異例なほど地味なスタイルであった。クーペは9300ダイナミックシリーズの1960年代ポンティアック風に分割グリルを受け継ぎ、さらに初期の1377世代同様の角型ヘッドライトを採用し、ややアグレッシブな顔つきとなった。外装の変更点はごくわずかなものであったが、 メカニズムの変更は多岐にわたっており、水冷化に伴うエンジンルーム内のパネル類の大幅な形状変更、振動低減を狙ったフレームの追加、純正ホイールのオフセット変更、リアサスペンションのジオメトリ変更、フロントスタビライザーの装備などが挙げられる。搭載エンジンは1972年7月に登場したシビック用エンジンの排気量を拡大した。 EV5 型水冷時下4サイチェシー 1433cc でシングルキャブレター仕様の最高出力は 80PS5500rpm であった。2ドアクーペンにのみ最上級グレードファイが用意され、1960年代の F1 レースの経験から開発された機械式燃料噴射装置付きエンジンが採用され、最高出力 90PS6000rpm を発生していた。 この新しいエンジンでは無塩ガソリンが使用可能となり、水冷化が後の公害対策も視野に入れてのものであったことが伺える。前身の1300は特徴であった複雑な構造の空冷エンジンにより前輪荷重が大きくなっていたが、新エンジンを得たことにより全軸重量が軽くなり、145の操縦性は軽快なものになるとともに、 クーの弱点であったヒーター能力も向上し、油臭さもなくなった。また、仙台の1300と同様に、スタンダードを含む全車種に、前輪ディスクブレーキを採用していたことは自流に、先んじていた。ホイールハブボルトの PCD は1300同様の4欠 120mm という特殊な規格で、これは、初代シビック、初代アコード、t n アクティ。 アクティストリートまで継承された。バリエーションはセダンがスタンダード、発売当時の東京地区標準現金価格51.1万円、デラックス、カスタムの3種、クーペが SL62.3 万円、GT67.3 万円、GL71.1 万円、ファイの4種で、当初はフロアシフトの4足 MT のみの設定であった。 月間販売目標は仙台と控えめに設定されていた。全身モデルの1300で見られた欠点をほぼ克服して完成度の高い車となった145であったが、エクステリアは1300のそれをそのまま流用したことから人気は出ず、販売は低調であった。セダンよりはクーペの GT や GL が売れていたが、ファイは高価だったこともあり、当時から路上では 稀な存在であった。1974年、生産ラインをシビックの増産に充てることから、生産終了。総生産台数は9736台、145の発売終了に伴い、ホンダ社のラインナップから、ノッチバックセダンとノッチバッククーペが、それぞれ一旦姿を消している。約 1450cc のエンジン排気量から、本社は水冷であるが、 先代のホンダ1300は空冷であった。この空冷から水冷への移行は、ホンダ総一郎の現役晩年のエピソードとして、しばしば語られる。詳細は、ホンダ1300空冷を参照。デアゴスティーニジャパン週刊日本の名車第42号13ページより、デアゴスティーニジャパン週刊日本の名車、第27号28ページより、ただし、シビックの EB1 型が、 アルミブロックエンジンだったのに対し、EV5 は中鉄ブロックエンジンであった。ちなみに、4穴 120mm という特殊な PECD は、ホンダ車以外の国産車では、昨日、コンテスサや初代松田ルーチェ、松田コスモスポーツに採用されていたという先例がある。前車は、初代アコードセダンが登場するまで、約4年間空白となり、後車は、初代プレリュードが登場するまで、 約4年間空白となる全身二足セミオートマチックトランスミッション。シフトレバーには通常走行用のレンジと L レンジが設けられており、トルクコンバーターの作用によりレンジで発進から最高速までカバーできるとされ、無断変速と宣言された。しかし実際にはでの発進加速は看板で L で発進してに手動でシフトアップするのが通例であった。 シビックアコードなどにも広く用いられ、後にはオーバードライブの追加など改良もされたが、1980年代前半に自動変速する通常の AT に変更されていった。デアゴスティーニジャパン週刊日本の名社、第27号28ページより、ありがとうございます。